東京都知事候補者無所属マック赤坂67歳命のビザ杉原千宗の愛知県瑞陵高校卒業京都大学農学部から伊藤忠商事入社25年勤務後レアメタル専門商社設立では マック・赤坂さんの政見放送ですスマイル闘争祭マック・赤坂でございますテレビの前の皆さんスマイルしてますかマック・赤坂は東京都民を救うためにニューマックになって帰ってまいりました ままずは、プロフィールでございます。1948年名古屋で生まれましたそして高校が愛知県立瑞稜高等学校あの「命のビザ」で有名な杉原千根の母校でございますそして京都大学農学部に入学し バイオの研究をいたしましまそして伊藤忠商事に入社し、25年の勤務を経て、48歳で独立し、年商50億円のレアメタル商社を設立いたしました。さて、政策でございます。 まずは都庁の改革です。今、都庁には2つの天国がございます。いや、地獄です。1つは役人天国でございます。いや、なやがや言ってもぬるま湯なんですよね。そのぬるま湯に民間企業の活力、 能力主義、実力主義を導入し、ノーワーク、ノーペイ、働かない職員はやめていただきます、そして一生懸命働く職員、給料は3倍にアップいたします、このメリハリをつけ、仕事の効率を向上させることによって、16万人の 都の職員の2割をカットいたします次は議員天国でございます今東京都の都議会議員なんと127人もいますそして一人頭の年俸は2500万円ぐらいです すなわち、32億円の決定が現れております。まずもってこの都議をカットし、将来的にはゼロにいたします。すなわち、区議、市議の代表が都議も兼任するという代表兼任制度を。 設けますそうすれば、無駄な選挙が一つなくなります。もちろん私は報酬ゼロで働きます。以上のリストラによって捻出した原資を福祉に使います。皆さんん本当に東京は豊かかなんでしょうか 1>, 1万人の待機児童、老人、介護施設は足らない、うつ病自殺は減らない、悩みを抱える若者、ホームレス、この町に氾濫しております、東京は病んでるんです、私はこの東京を救いたいんです。 そして東京オリンピックでございます世界を股にかける商社マンマック・アカサカスマイルができるマック・アカサカぜひオリンピックは私にお任せください最後に私は実業家でございますそして あのアメリカのトランプで,あるでございますこんな異端児どこに異端児ここに異端児何とぞ何とぞ東京都知事はマック赤坂をよろしくお願い申し上げますスマイル 東京都知事候補者無所属マック赤坂さんの放送でした。